区役所といえば住民票や戸籍の手続きを思い浮かべますが、実はここ大田区役所本庁舎には区民の皆さんが無料で利用できる相談室があるんです。1階ロビーからエスカレーターを上がった奥にあるのがその区民相談室。金曜日のこの日は法律相談が行われており、大田区が契約した弁護士が相談員として業務に当たります。相談内容は主に相続や離婚、土地建物の問題や金銭問題など。面談時間は1人25分で、相談料は無料です。相談につきましては25分と時間が限られておりますので、契約書、領収書、その他の書類関係をお持ちいただければ相談がスムーズにいくと思います。また相談につきまして25分で不十分な場合につきましては、蒲田法律相談センターという弁護士会の法律相談の窓口がございますので、そこをご紹介することも可能ですので、ご遠慮なく、お話しいただければありがたいと思います。この区民相談室ではこうした法律相談以外にも様々な相談に対応しており、その道の専門家が無料で相談に応じてくれます。不動産取引に関する相談は宅地建物取引士が、不動産や会社などの登記申請に関する相談は司法書士が、また遺言や相続の証書作成などに関する相談には交渉人が対応。ご自身や家族の健康、人権、身の上相談なども行っています。なお法律相談と税務相談、健康相談に関しては予約が必要。それぞれご覧の連絡先まで事前にご予約ください。区民相談室では法律など専門的なことがわからなくてどうしていいかお困りの方のために、それぞれの分野で専門資格のある人が相談員として無料相談を行っています。どの専門相談を利用すればいいかわからないという方はご案内しますので、ぜひお電話ください。お待ちしております。またこの区役所2階には区が発行した刊行物や資料の閲覧、貸し出し、有料のコピーサービス、さらに区で制作した書籍などを購入できる区政情報コーナーがあります。大田区をよりよく知ってもらうためにと開設されたこちらのコーナーでは、区の歴史、史跡などを紹介する資料や区の計画、施策、予算決算についての資料の閲覧も可能。一部貸し出しや販売もしており、街歩きや調べ学習などでも活用されています。中でも特に売れ筋なのが大田区の地図。大田区全体の地図をはじめ、用途地域別に色分けされた地域地区図など3種類があります。また大正昭和の大田区の街づくりについてまとめたこちらの図録、街がやってきたも人気商品。この図録はおととし郷土博物館で開催された企画展の内容をまとめたもので、豊富なカラー写真とともに詳細で分かりやすい解説が施されています。さらに書籍以外では、あのスティーブ・ジョブス氏もコレクションしていたという大田区ゆかりの版画家川瀬波水の作品を印刷した絵はがき、クリアファイルやチケットケース、郵便局では販売していない大田区オリジナルのフレーム切手なども販売。また昨年からは大田区の公式 PR キャラクターハネピョンのグッズ販売も開始され、ぬいぐるみやピンバッジ、メモ帳、ミニタオル、ネックストラップの5種類のグッズが購入できます。区政情報コーナーではご覧になりたい資料を探すお手伝いをしております。お気軽にカウンターへお尋ねください。販売している刊行物につきましては大田区ホームページに掲載しております。ホームページをご覧になれない方は区政情報コーナーへお問い合わせください。皆様のご利用お待ちしております。